はい、ちくわです。今回はサインクエストというゲームをご紹介します。こちらのゲームはね、プレイヤーがいろんな、ね、クイズに答えていきまして、それで、ね、ポイントを貯めていくタップトゥーアーンのゲームとなっておりまして、でこの、ね、貯めたポイントは将来の、ね、エアドロップを通じてユーティリティートークンである SYNAI トークンというものに、ね、変換ができるようです。でこちらのゲームは、ね、テレグラムゲームになっていますので、気軽に、ね、プレイできますので早速プレイしていきたいと思います。では、ね、こちらからスタートゲームで始めていきまして、で、まずはこの、ね、キャラクターと、ね、歩いていきます。で、クイズが出題されました。 What is the utility of polytrade's token? ちょっとね、英語っていうのが厄介なんですけども、まあね、プラス思考で考えると、まあ、英語の、ね、勉強にもなります。で、ただよくわからないので適当にポチッと押してみます。今ねポイントが8増えましたけども、あのね、ポイントが少ない場合はあれ不正解ですね。でね、ポイントが多いと正解してるみたいです。What's the highest mountain in Africa? キリマンジャロ。お、今ポイントが高かったんで今の正解ですね。What is the parents' view on crypto? あなたの両親は仮想通貨についてどう思っていますか的な感じこれ。で、持って、ホルダー持っているか、not interested。まあ持ってますねみたいな感じかな。まあ私の両親は仮想通貨持ってないんで、not。なんかこういう質問系のものもあるんですね。What world make alien creatures most? エイリアンか。エイリアンが嫌がるものは何かみたいな感じ？いや、知らない。これでいいや。お、正解だった。ポピュラーディセントラライズドクリプトエクスチェンジ。これはユニスワップかな。お、正解かな。 When did French Revolution start? 知らねえ。できてんじゃこの辺ポチ。まあね、不正解してもね、ポイントはもらえますので、まあ、ガンガン進めていきます。 Today's sunrise time is 今日の日の出は何時ってことこれ。知るか。まあ多分5時6時ぐらい。はい、合ってるか分かりませんが、次いきます。 Who invented the light bulb? 電球を発明したのは誰かみたいな感じか。これはもちろんトーマス・エジソン。これでしょう。 OK。 さあこれで何個か質問をね、クリアしますと、なんかね、家に着きまして、で、How many coffees did you drink today? 今日はコーヒーは何杯飲みましたか？と。今日は0杯ですね。なんでこれ0セレクト。で、こういう質問に答えていきますよと。で、だからね、これでスピンが回せまして、で、このスピンのルーレットによって、またこれでポイントがもらえると。お、1000だ。1000ポイントゲット。1000ポイントゲットしまして、でこれなんかね、このチャグかな、これチャグって押すね。これなんかこうほらビールみたいなの飲みまして、でこれね、いっぱいこのチャグをね、しまくるとたまにねポイントがもらえます。ほら、でひたすらガンガンビール飲みまくる。でこれよくね何してたかよくわかりませんがこれひたすらね連打するというゲームです。はい、でこれでね、時間で終わってしまいまして、でこれで私ね、さっきから3回ほどプレイしてまして、これでね、ネクストクエストインというのは7時間44分後となってしまいました。まあ、なのでまたね、この時間が経過するとプレイができて、またね、こちらのポイントが貯められるという感じですね。とまあね、こんな感じの気楽にね、できる新クエストをプレイしてきましたけれども、こちらのポイントがね、将来的にトークンのエアドロップにつながるようですので、ぜひね、今のうちにポイントを集めてみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。
それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。